個分です。はい、今17種類ですよ。鶏からチャーハン、パクチーチャーハン、鮭バター醤油チャーハン、ザーサイチャーハン、ラージャンチャーハン、干しエビと青菜のチャーハン。ある日、開眼したんですね、チャーハンに。まあ一言で表すんだったらジャンボ餃子ですかね、一円はね。はい、餃子です。びっくりです、餃子大きくて。これだけでお腹いっぱいになりそう。あんまり見ない大きさだと。もちもちです。3000個。え、1日ですか？1日で3000個。一番大変だった時って何ですか？一番大変だった時？一番大変だった時は、ご主人いつも自転車ですか？自転車ですよ、365日。時間は30分だね。距離にする距離と8キロ、8キロちょっとかな。 1年で6000キロだね。12年乗ってるから7万2000キロかな。まずスープ作りからですね。お、なんだ。鶏の胴ガラ。鶏の胴ガラ。沸きました。割らなきゃならないですね。今日はいいですね、骨が気持ちいいですね。どうして割るんですか？これ中の中のこっからこれですね。これですね。こっから出汁が出る。ここから髄からこのために割るんですね。よし。豚足ですね。おー、コラーゲンたっぷりぷよ、プルプルです。プル豚足使ってるのは珍しいと思うんですよ。独特の出汁が出ますね。食べても美味しいし、この中肉っていうか過食部分食べられるじゃないですか、この中ね、豚足、はい、そのエキスが出ますね。はい、これは豚の脂ですね。背脂ですね。よし。これが鶏の脂。よし。
この感じですね。鶏肉は東北の青森の鶏肉ですね。ベストな音ですね。これを揚げて甘辛いタレにつけて、それをチャーハンに使ったり、ラーメンに使ったり、お惣菜で使ったり、大活躍です。これまたラードで揚げるからまたうまいんだよね。普通はサラダ油でね、ラードで揚げるとね、まろやかになるのかな。鶏肉の南蛮のタレ、秘伝のタレ。これお酢なんです。赤酢、ツーンと来ないですね。これでも普通。お、来た。来ました、来ました、来ました。はい、タレができましたと。漬け込む。合格、美味しい。赤いので待っていたんですよ。仕上げますかね。これ見えます。ごま油。これはちょっと高級メンマだね。赤いね。噛むとグニュッとしてないっていうか、コリコリシコシコしてるって感じ、はい、でもなかなかこのメンマを使ってるとこないと思うよ。材料を取ってる豚屋がたまたま持ってきたんですよ。これどうって、高いやつと安いやつを。高いのを使うつもりなかったんだけど、食べてみたらめちゃくちゃ美味しいので、で今のメンマになったっていう、ね、もう変えられないで、今度メンマを味付けですね、これはね。
スープを入れて、三温糖質で白い砂糖と違うのでまろやかなのかな。黒い七味唐辛子です。隠し味で。これうまいですよ。前は豆板醤使ったんですけど、豆板醤だとねちょっとね味がちょっときついので、これにしたらこれ美味しくなりましたね。黒七味。メンマいかがですか。うまいですね。小松菜です。で、もやしだけだとちょっと色が寂しいから、そこに小松菜をミックスしてるっていう。経緯を教えてもらえますか。大学2年の時に池袋の快楽っていう中華屋さんでアルバイトして、そこがきっかけ でバイトが面白くなって大学辞めちゃって、でそこのマネージャーとかが今度一円っていう会社を作るのでやらないかって言われて、それで入ったんですよ。でそれから20年くらいは会社でやったんですけど、今から20年くらい前に私がここの店を会社から買って、で私の店になったっていう感じですね。オーナーになって変わったことって何ですか。お客様をより大事にするようになりました ね、うん、ね。ここのオーナーになってからもうほとんど休みなしでやってるので、いつ来ても私はいるんですよ、ここに。だからお客さんももう何年ぶりとか、ね、何十年ぶりとかっていう人もやっぱいますので、お客さんのことは大体知ってるんですけど、やっぱお客さんのことを大事にするようになりました、余計に。前会社でやってた頃は。40年前にできた時には中学生とか小学生だった、ね、お子さんがもう成人して結婚して子供作って、その子供連れてきたりとか。学生の時に食べてて、ここに来てて、20年ぶり、30年ぶりにたまたま上石寺に来てみたらやってて、同じ安土が感動してっていう人がやっぱ何年に何人はいますね、
2650円です。すみません。2650円。はい。30年ぐらい上百寺に住んでるんですけど、この子たちがちっちゃい時からずっと。でもいつも絶対頼んでるのはジャンボ餃子の5個入り。ここの餃子が食べたいなっていう。他の店とは違いますか？全然違って、まず皮がこれ全部手作りなんですよ。すっごい分厚くてもちもちなのがもう唯一無二。中の具も、ね、野菜たっぷりでこうザクザク入ってて食べ応えがすごいあります。美味しいです。美味しい。そしてこのチャーハンのメニューの多さですよね。普通のチャーハンと梅カツも。梅カツも。梅カツって他ではないじゃないですか、絶対。梅とカツオ節は意外と合うのが鮭バターと醤油のチャーハンって。チャーハンに鮭は合います。餃子大きくて、これだけでお腹いっぱいになりそう。すごい。いただきます。もちもちと。美味しいです。初めて出会いました、こんな大きいのに。すごい、何個分だろう。美味しいですね。かなり肉汁が出そう。おいしい。皮がもちもちしてて、中のあんかながとてもジューシーで美味しいです。あ、熱いけどうまい。でも、やけどした。あまり見ない大きさだったんですけど、とても美味しい。この大きさ。もうこれ3つ食べたら腹いっぱいですからね。最高すぎる。お客さんのイメージからすると1年といったら大きい餃子だね、
そういうイメージですね。まあ、毎日手作りしてるっていうのと、まあ、作り置きしてないっていうのとですね、作り置きしてないっていうのと、国産の材料を使ってるっていうのとですね、やはり安心なものを食べてほしいからですね、もう美味しいに越したことないけど、やっぱそれをか特にちっちゃい子たちにね、安心なものを食べさせてあげたいっていうかね。いいラードなんですよ、純正のすごい滑らかなんですよ。実はもう一種類ラード使ってるんです。これは滝ラードって言って、ちょっと作り方が違うんですね。なんで2種類これはね、コクが出ます。コクがちょっと癖があるので、 100% これで使うやると、ちょっと餃子はこれとこれはこれと半分、あれは半分でミックスして、2種類なんですね。なかなかここまでやってるとこないんじゃないですかね。もう色が違いますよ、全然ね。これが手作りのラードって感じ。これ餃子に入れますよ。やっぱり味が違うんですね。違いますね。よっしゃ、行くで。肉とラードで。これ切り干し大根ですよ。切り干し大根です。これ甘みが出るからですね。よし。ニラも10羽ですからね。ニラをこんだけ使うところも少ないんじゃないですかね。その代わりニンニクが少ないですね。だからあんまり匂わないはずですよ。これ箱で5000円しますから、はい、よっしゃい、よっしゃぜ。15000ですか。15000ですよ、これ。これでラー油もつくんですよ。もう儲からないわけなんですよ。侮れない野菜ですよ、はい、うん、これは優れもんですね。粗すぎず細かすぎずっていうのが難しいところですよ。今までで一番出た時で3000個だから、3000個。1日で3000個。その時はもう3人くらいで作ってないと、当時はスタッフが10人くらいいたから、だから中だけで6、7人いたんじゃないですかね。でホールで4、5人いたんじゃないですか、ね。そのくらいじゃないと、3000個はとてもじゃないと売り切れないから。
筋トレとね、ストレッチやってるのもんですね。ヨドの皮を作ってですね。一番いいですね。美味しいし、水ダメですね。水だとこの皮できないですね。一番の中華屋さんでここまでやってるとかないですね、うん、こんな手間暇なことやんないですよ。絶対こうあんこがはみ出るくらいいっぱい入れるんですね。入れるじゃないですか。まあこの癖なんですけど、絶対こう出るんですよ。こんだけいつも毎回出るんですね。だっていっぱい具が入ってた方が美味しいですね。こう食べた時に本当に自分で食べてて具がいっぱい入ってる方がうまいですね。あのたい焼きの尻尾まであんこが入ってる入ってないのと一緒で、いっぱい端っこから端っこまでいっぱいあんこが入ってた方がうまいですね。ニラとか野菜がたっぷり入ってて、皮も柔らかいですし、とても美味しく。でかすぎだよ。この具材って浜松餃子に似てますよね。浜松餃子も野菜がメイン。うん、なんでこんな話すると、昨日 浜松で餃子食べちゃった。餃子好きなので、最初つけないでそのままの味を楽しみたいな。なんか野菜がたくさん入った感じで、中まで具がたくさん入ってます。美味しくて幸せです。めちゃくちゃ美味しいです。皮がもちもちで、それがすごい好きです。美味しいです。大きくて好きです。柔らかいのが子供の頃からよく食べてたから、子供ができてからまたこういう機会があってよかったなと思います。プール教室が近くで、今プール入ってきて、その帰りでよく来ます。ゆうちゃん何歳？1歳9ヶ月です。あとやっぱこういう石とかも置いてくれてるんで、本当入りやすいので、あの
うお店が近くにあってすごく助かってます。米を取ります。山形さんのつや姫ですよ。一番いい米ですね。コシヒカリは今上ですね、ランク。1日20キロぐらい使うんじゃないかな。ほとんどは7割はチャーハンかな。毎回違うチャーハン食べてるんで、種類がすごくあるんで、何食べても美味しい。今何種類ですか？今17種類ですよね。ある日、開眼したんですね、チャーハンに。卵かけご飯のようにして、ご飯に卵をかけてからチャーハンを作ったらくっつかないし美味しいしっていう、それでそれがきっかけですね。それでだんだん増えてきましたね。お待たせしました。鶏からチャーハン、すごいしっかり味ついててガツンときて美味しいです。結構ボリューミーでピリ辛でめちゃくちゃ美味しいです。サッカーのチームなんですけど、朝練終わってこれから大学行く途中のどこにあってこのお店が、なので一回降りて行ってます。安いんですけど量があってでめっちゃ美味しい。学生なのですごい助かります。4個分です、はい、鶏からチャーハンは鶏肉の南蛮漬けというお惣菜があって、それをチャーハンに入れたらどうかなと思って入れたらすごく美味しかったので、鶏の南蛮漬けの甘辛いちょっと酸味の効いた独特のタレの味が入ってますので、それとチャーハンとうまくマッチしてると思いますね。で豆板醤が入ってるのはちょっとピリ辛になってますから、好きな人はもうそれしか食べないですね。一番人気メニューになりましたね。1番、はい、1番で今ナンバーワンですね。横浜から初めてなんです。前から来たいとは思ってたんですけど、干しエビと青菜のチャーハン。君を振りました。
私が干しエビを使いたかったので、やっぱエビの風味がやっぱ抜群にいいので、干しエビだけだと色がないので、そこに青菜を入れて彩りを良くしたっていう感じですね。でもちろんそのエビの戻した汁はスープの中に入れますので美味しいですね。美味しいですね。干しエビの香りがちゃんとチャーハンに伝わってきて、干しエビの香りと塩加減がちょうどいい。鮭バター醤油チャーハン。鮭が一番魚介の中でポピュラーで手に入りやすくて美味しくて、ラードとバターが入るので余計濃厚になって、そこに鮭の風味、あと醤油の香ばしい香りですね、それがこうチャーハンの中で混じり合って美味しいチャーハンができるっていうことで作りました。パクチーチャーハン、珍しいと思って注文しましたね。まあ、パクチーとナンプラー、まあ、そのままですけど、はい、美味しい。玉ねぎと人参も入ります。パクチーとレモンチャーハンはパクチーを使ったチャーハンを作りたいっていうのと、それだけだとちょっとインパクトが弱いので、ご飯にレモンの果肉を入れて、最後にナンプラーを垂らすことによって、やっぱより一層こうディープな味っていうか、アジアンテイストなチャーハンになりますね。オムライスがすごく人気あるので、オムライスのようなチャーハンを作ろうということで、
オムライスのようなチャーハンを作ろうということでチキンライスに鶏肉の南蛮漬けが少し入っててちょっとお肉の食感もあります。ちょっとこだわったケチャップを使ってで卵をたっぷり使ってあの美味しい、オムチャーハンに仕上げました。人気ですね。今ナンバーワンかツーか鶏からチャーハンといい勝負ですね、はい。梅かつチャーハンはもともとうちのスタッフの女の子がラーメンを食べてたんです。梅干しと鰹節を乗っけたそのラーメンを食べてそれをすごく美味しかったのでチャーハンに転用したっていう感じですね。和歌山の紀州の南高梅を1個丸ごと使ってるんですね。大粒のやつをチャーハンに入れてどうかなと思ったんですけれども梅とチャーハンっていうのやってみたらめちゃくちゃ美味しいんですよ。でやっぱ梅かつチャーハンしか食べないっていう人も大勢いるので。一番大変だった時って何ですか。一番大変だった時、一番大変だった時はですよ、一番大変だった時は今が一番大変なんじゃないかな。人いないし夜中までやってるし。ご主人定休日ないですよ。年間休日3日ですから、うん、大晦日と元旦と2日だけですから。なんか次のやつが大晦日ですよ、うん、なんか12月になるとウキウキしてきますね。あ、もう時期休みだと思って。その代わり1月2日とか1月3日に出てくるんですけど、1月3日出てくるってことは次の休みは大晦日ですからですよでもなんでそんな頑張れるんですか。頑張れるっていうかね、まあ、人がいないっていうのが一番ですね。人がいればもうちょっと楽できるんですけど人がいないっていうのが。
まあ小麦粉も今日本の小麦粉使ってるから高いけど安心だし、10年前の約倍ですね。もう落とせないですね。ね、落とすとやっぱお客さん分かっちゃいますから ね、で作る側の気分も違ってきますからね。腕を落としちゃうとね、なんか全然儲かんないですよ儲かんなくていいんですか。儲かんなくていいですね、変に儲けるとろくなこと考えないですから。儲からない儲からないって言ってるのがいいかもしれないですね